あなたのために最後まで戦うよ。戦いは殺戮のためにあらず、勝利のためである。所詮が最後になるなんて、私たち鉄血にとっては別に珍しくないよ。みんなとおしゃべりか。いつも一人だから、みんなの前では何を話すべきか。どんな任務だろうと、下された以上遂行する必要があるのよ。あの時の私と違って、任務はちゃんとこなせたのね。委託が完了した？じゃあ奇襲されなかったってことね。よかった。あなたのために最後まで戦うよ。指揮官、母校が封鎖されていないことを確認したよね。この手紙は、よかった。レナウンとは関係なくて。今日の天気は晴れ？うん。ラプラタ沖の、あの時のようにね。指揮官、この手で抱きしめてもいい？みんなとおしゃべりか。いつも一人だから、みんなの前では何を話すべきか。